テリー・リンストッツはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手であり、現在は指導者。アイオワ州シダーフォールズ出身。NBA のポートランドトレイルブレイザーズのヘッドコーチなどを務めていた。オクラホマ大学卒業後、1980年のドラフトで NBA のヒューストンロケッツに2巡目34位で指名されたが、NBA ではロースターに残ることはできず、ヨーロッパでプロキャリアをスタートした。1990年までスペイン、フランスのなどのプロリーグでプレーした。1990年から2年間 CBA でアシスタントコーチを務めた後、NBA のシアトルスーパーソニックスでジョージ・カールの下でアシスタントコーチに就任し、NBA でのコーチングキャリアをスタートさせた。アトランタ・ホークスカールと共に移籍したミルウォーキーバックスのアシスタントコーチを5年間務めた後、2002年、ロン・クルーガーの解雇に伴い、アトランタ・ホークスのヘッドコーチに就任し28戦目から指揮を取った。2002から03シーズンは24勝31敗、2003から04シーズンは28勝54敗と、低調な成績が続き退任した。ミルウォーキーバックスゴールデンステートウォーリアーズのアシスタントコーチを務めた後、2005年、ミルウォーキーバックスのヘッドコーチに就任し、2005から06シーズンは40勝42敗で負け越しながら、なんとかプレーオフに進み、ファーストラウンドで1勝のみで敗退している。翌シーズンは23勝41敗で大きく負け越し、シーズン中に解雇されている。ダラスマーベリックス2008年夏、リック・カーライルの下で、ダラスマーベリックスのトップアシスタントコーチに就任。2010から2011シーズンには、NBA チャンピオンを経験した。ポートランドトレイルブレイザーズダラスマーベリックスのアシスタントコーチを経て、2012年、ポートランドトレイルブレイザーズのヘッドコーチに就任した。2012から13シーズンは、この年の新人王となる、デイミアン・リラードが活躍したものの、33勝49敗と負け越し、ヘッドコーチでは全てのシーズンを負け越しで終えた。2013から14シーズンは、リラードの成長と主力のラマーカス・オルドリッジの好調が重なり、スタートから好調を維持し、54勝28敗の好成績で初めて勝ち越し、プレ、マイナスオフに進んだ。ファーストラウンドは、ヒューストンロケッツに第6戦でリラードの劇的なブザービーターで勝利し、カンファレンスセミファイナルに進んだ。初戦から3連敗を喫し第4戦で1勝はしたが、サンアントニオスパーズにチーム層の厚さ、経験の豊富さの違いを見せつけられ、敗退した。2014から15シーズンは、開幕からノースウェストディビジョンを改装し、1999年、以来のディビジョン優勝をもたらすも、シーズン終盤にウェズリー・マシューズを左足アキレス腱断裂で欠き、戦力ダウンを余儀なくされ、プレーオフではファーストラウンドでメンフィス・グリズリーズに1勝4敗で敗退した。さらにシーズンオフには、オルドリッジ、マシューズに加え、ニコラス・バトム、ロビン・ロペスなどを放出するなど、フロント陣が大改革を敢行したことで、2015から16シーズンはチーム力の弱体化は免れないと思われていたが、先発に抜擢した CJ マッカラムが急成長を見せ、これまでくすぶっていたアレンクラブのシックスマン起用も的中するなど、大方の予想を覆し、3年連続プレーオフに導き、翌2016から17シーズンもプレーオフに導いた。2021年6月4日、ストッツは9年間勤めてきたブレイザーズと合意の上で退任した。ありがとうございます。